伊那市のロイヤルナンハウスにやってきました。今日はここでランチです。インドネパール料理ロイヤルナンハウス伊那店で、駐車場ここに10台ほど止められます。あと店舗にも止められるようですね。はい、チーズナン550円とかいろいろ書いてますね。あ、すごい、こっちはお座敷だわ。カウンターの方お願いしたって、ちょっと一番予約席になっちゃって、ちょっと申し訳ないです。はい、失礼します。はい、今日はカウンターになりました。そこに行く。セットのナン食べ放題。タンドリーセット、はい、美味しそう。美味しいですね。うん。キーマチキンカツカレーセット。ランチ950円だよ。美味しい。おや、安そうね。安いんだよ。うん。ほら。ね、日替わり800円。安いね。うん、兄ちゃん。ちょっと。あ、わかりました。はい。レモンチキンカレーセット美味しそう。ランチ880円。タイカレーセット安いよね。すごい。ここは通わなければいけない。ここはですね、あそこにスープセルフサービスがありまして、さっさと取ってきました。卵スープですか？違います。コーンスープですか？違います。違います、ね、バター味ですね。しょっぱいバター風、よくわからないです。美味しいです、ね、美味しいです。サラダが出ました。思い出した。この赤いドレッシングで辛いかと思ったら辛くなかったというやつでしたかね。あのこのチェーンの別の店の方へ行ったんですよね、前回は。うん、甘いんですね。思い出したよ。このすごいここまあ、今は安くて美味しかったからいっぱい食べたんだよ。でも夕飯が食べれなくなって、そのスイーツを食べたら、だからなるほど、辛いカレーとあのリンゴの組み合わせがよくなかったのかな。なるほど。だからオーバーのシナのスイーツの秘密が今特定化されましたね。おじいはチキンカツです。美味しそう。で、辛さベリーホットにしてみました。どうでしょうか。後からじわっと辛さきますけど、ちょうどいいぐらいの辛さです。はい、美味しいです。なんか意外やね、こういうカレーとカツを合わせて。うん、はい、お待たせしました。日本風でいいんじゃないでしょうか。おばあはタンドリーセットナン食べ放題だそうです。タンドリーチキン、はい、意外と大きかったね。はい、一足あるから、はい、で、おばあはエビカレーにしました、うん、おばあがタンドリーチキンをくれるそうです。さすがおばあ。カツを持っていくと。カツを持っていくと。なるほど、バーターでした。ではタンドリーチキン食べてみます。うん、じっくり焼いた感じがして香ばしくて美味しいです。食べてみて。では、おばあのエビカレー、明らかに色が違うんで味も違うでしょうね。
うん、こっちはバター風味が強いですね。チキンカツはまあ普通の感じですね。普通にチキンカツでもちょっと中央味が強いかな。完食です。いやもう苦しいです。すごい量でした。で食後はホットチャイいただきました。ホットチャイ、せせらぎの時、信州木曽福島大あ白山温泉ですね。駐車場割とありますよね。50台ぐらい止められそうです。はい、大人700円。こんにちは。お風呂出てきました。鉄線ですかね、茶色っぽいお湯でした。すごく温まりました。はい、19時までに、はい、営業してるんですね。お休みどころ、あ広いね。はい、こんな感じでした。いや良かったです。